ですね。どれにします？材料は何を使いましょう？これでいいですか？完成です！材料は何を使いましょう？これでいいですか？完成です！材料は何を使いましょう？これでいいですか？これでいいですか？完成です！材料は何を使いましょう？よろしくお願いしますね。
遅い。月の女王のお気に入り、やっと来たみたいね。月の女王はどこにいる？あの方はここにはいない。ここには辛い思い出が詰まっているからね。私の役目はあなたを苦しめること。あなたの苦しむ声たっぷり聞かせてもらうわ。歩け。やっぱ潰れ。ひょっとして遅い。こんなもの言っててふん。おらっ、どいてろ。これね、遅い。おらっ、どいてろ。遅い。いいぞ。遅い。ふっけ。いいね。はっ、はっ、遅い。すまない、待たせた。こんなもん。すまない、待たせた。はっ、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 どうした。私はやっぱり素直な子が好きなの。もっと苦しみなさい。あっ、くそ、逃げたか。結局好きの女王も。結果報告だ。力が戻っていく。
ただいま。あれ、ルーエは？外か。あの子は預かったわ。デロッサ、あの子があまりにも素直で可愛いから私のものに。きっとあなたたちが助けに来るのを信じて待っている。ルーエをどこにやった？月食城へいらっしゃい。月の女王もお待ちかねよ。あの子が落ちる前に助けるか、早く月の女王を。そういう苦しみも一興でしょ。さあ急ぎなさい、苦しみなさい。待て、ルーエを返せ。ふざけるな。いくらやっても無駄だ。私は決して屈しない。あら、そう？これまでの騎士たちは一日と持たなかったけど、最初は私を恨み、次に囚われた自分を恨み、最後は騎士になったことを後悔して、守ると誓った愛する人を恨みながら闇に落ちるの。みんなそうよ。ミュベールは、この毒の拷問に100日耐え抜いた。さすがは汎用よね。毎日どうやって攻めようかって胸が高鳴ったわ。あれって恋かしら？貴様、あなたはどこまで耐えてくれるのかしら。